いやー、マジで最近審判誤審多ないって思ってんの俺だけ？みんなも野球中継とか見てて、マジでリクエストとか、ストライクボールの判定とか、おい、今のセーフやろ、アウトやろとか、今のは入ってるやろとか、今のは外れてるやろって、多分、ほんまに野球を真剣に見てる人だったら、マジであると思うよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとすいません。炎上するかもしれないです。僕の正直な意見を言うんで、ほんまにちょっと不愉快というか、不快な方いらっしゃったら全然ね、閉じていただいて、構わないんですけども、今日はちょっと審判について、ちょっとみんなと議論というか、お話ししていきたいなと思ってて、最近、てかさ、ほんまに誤審多ない。ちょっと前から、プロ野球って、リクエストができたやん。リクエストって、まあその今、例えば、ジャイアンツがね、こう試合やってて、おい、今のセーフちゃうかと思ったら、こうやって、ビデオ判定でね、見てやるやつあるじゃないですか。で、この間の日本ハムの試合の時にね、誰だ？あれ、ヘルナンデスか誰かが、こう、ショートゴロ打ったんよ。で、それで、ファーストをね、アウトになったよ。判定ね。で、それで今のセーフちゃうかっていうところでリクエストしたんですよ。そしたら、実際セーフやったよ。絶対セーフやってたよ。やけど、間違いはあると思うよ。間違いはあると思うね。リプレイで見ても間違いあると思うんだけど、でも、早すぎんのよね。で、めっちゃ早くて、あ、出てきたと思って、審判が出てきたと思って、あ、じゃあこれセーフやなって思ったら、普通そのままアウトになったよ。で、それで、いや、それ見て、ちょっとマジで、ほんまに審判ちょっとやばないって思ったんですよ。すいません、ちょっとヘルナンデスじゃなかったかな。誰かはちょっと忘れたけど、でもほんまそういうことがあったやん。今リプレイでも、球場で映し出されるやん。映し出されるんですよ。こうやってね、バーって出て、ファンと一緒にこうやって見ながら、あ、ファンも、うわ、今のセーフやとか、アウトやみたいな感じでできるんですけど、で、審判団ね、わかるんですよ。映像を見てても、ギリギリの時とかあるからね。ほんまに、もう同時とか。時だったら、元々の、判断を尊重するっていうのはわかるんだけど、リクエストやってる意味あるかなみたいな。って思ったよ。この間の試合の時ね。で、それで僕、もう一つ言いたいのが審判にね、球審。マジで球審。確かに最近、フレーミングとかね、キャッチャーのこう、キャッチングをこうね、うまく見せたりとか、こういうする技術が流行ってるやんか。で、実際、ジャイアンツの選手でも、キャッチャーでもね、こう、うまいことこう、フレーミングをやってる選手もいますと。で、他球団にもいますと。で、僕のこのフレーミングのこの解釈が間違ってたら本当に申し訳ないんだけど、なんかそのフレーミングってちょっと、審判を騙すみたいなところあるやん。なんかほんまはちょっと外れてるぐらいのところを、ちょっとこうミットをこう外から中にパーンってこう入れてきて、ちょっとそれをボール気味のやつをストライクに見せるみたいな意味合いってフレーミングであると思うんですけど、もうそれは、一、キャッチャーの技術なんで、それはちょっと確かに仕方がないかなって思うんだけど、でもそれにしても、ちょっと、惑わされすぎちゃうみたいな感じで思っちゃうんですよ。僕は、審判もやったことないし、どれぐらい難しいかはわからない。正直言ってね。わからないんだけども、ちょっと巨人戦ね、僕あくまで巨人戦を見てるだけなんだけど、これはゴールやろ。で、例えばね、この間で言ったら、坂本選手が見逃したんよ、アウトコースね。日本ハムの時かな？見逃したんよ。そしたら、普通にストライクって言ったんよ。で、三振がなくなったんよ。で、バッターって大体ストライクゾーンって、きっちり分かってんのよ、もう感覚でね。で、バッターがある程度確信を持って見逃したやつって、ギリギリストライクのやつもあるよ。だけど、バッターがこれはボールやろって思って見逃したやつって、大体ボールなのよ。大体ボール。で、僕も実際キャッチャーやってたから、バッターが、自信持って見送ってるやつって、キャッチャーもうっすらボールやなって分かってるんだけど、やっぱちゃんとミットは止めるっていうのはやるのよね。審判がストライクって言ってくれるかもしれないから、ミットはちゃんと止めるんだよ。
だけど、最近見てると、まあ、キャッチャーの技術が上がってるのかもしれないけども、この捕球技術っていうのは上がってるかもしれないけど、あまりにもバッターが確信を持って見逃したボールを、審判がストライクっていう率多ないって思ってるんですよ。まあ、これちょっと仕方のないことなのかもしれないけど、で、ゆくゆくね、ゆくゆくの話ね、日本に入ってくるかわかんないよ。3A でね、なんか、去年ぐらいかな、今年の初めかな、なんか忘れたけど、なんかその、球審の、リクエストっていうのも、なんか試しで、やったらしいんですよ。やったらしいんですよ。3A の試合で。で、それってまあ、簡単に言ったら、こう、なんて言うんだ機械でやってるから、AI とか機械でやってるから、まあ、確実なわけですよ。で、1試合に3回使えるみたいな、そのボール判定もね、ボールストライクの判定もやれるみたいな感じで、まあ、それって正しいから、その、まあ、いいっちゃいいじゃん。だけど、まあ、その、やっぱり試合の流れとか、なんかちょっとしらけるみたいなところもある、あったりするやん、声としてね。だから、僕の本音を言えば、審判がある程度やっぱりこう、まあ、全部がきっちりできるかって言ったらそうでもないし、まあ、審判の癖があるっていうのも、うん、ちょっと一つの試合の味みたいな、野球のその、ちょっとしたその、なんていうの、アクセントみたいなことになってると思うから、まあ、そこはそこまで言及しないんだけど、でも最近あまりにもね、本当に多いなと思うし、そのリクエストに関しても、まあ元々の判定をね、そのあんま覆したくないというか、まあやっぱプライドもあると思うから、審判のね。だから、その、ちょっとこう、なんて言うんだろう。そういったところ、さっき言ったようなところっていうのが、ちょっとこう、なんか目に余るって言い方あれだけど、ちょっとどうなのって審判。で、それちょっとこう、ちょっと高圧的な態度を取る審判もいるやんか、正直。僕も試合、野球やってたからわかるんだけど、ちょっとこう、なんていうの？いるやんか。そういう審判もいたやんか、今までね。そういったところで、まあ確かに審判は神様って、なんか昔からこう、野球の中でね、そういう言葉あるんだけども、ちょっとね、その、なんて言うんだろう、ちょっとどうなのかなって、審判さんも技術向上のためにね、毎日やってるんだけども、その、最近ね、特にジャイアンツ戦見てて、まあ他の、試合見てないから何とも言えないんだけど、でも他の試合でも多分おそらくファンの中ではあると思うのよ。あの審判が今日球審やからやばいとか、今日は広め、絶対この審判、なんかこの高め取らへんとか、低め取らへんみたいな、多分あると思うのよ。うん。で、多少の癖ならいいんだけど、多分ちょっとやりすぎてる、ちょっと見えてないんちゃうかなみたいなところをすごく交流戦で感じたんで、特に球審ね、うん、感じたんで、ちょっともしかしたら審判の高齢化とか、そういった問題もあるのかなと思って今日ね、皆さんにこう提言というか、ちょっとこう意見を求めたいというか、皆さんどう思ってるのみたいな感じでちょっとねお話をさせていただきました。はい、そんな感じでね、今日はちょっと正直僕の一意見なんでね、うん、全然一意見なんで、批判してもらってもいいですし、なんかこういろんな意見を言ってもらっていいんですけど、あくまで僕が思うのは本当にちょっと最近審判のレベルが落ちたって言い方は、落ちてはないんだろうけど、ちょっとその、なんかすごくそれを感じるというか、うん。リクエストもあるし、なんかこう、なんていうの、曖昧でいいやと思ってジャッジはしてないと思うけど、なんかちょっとそういう、なんていうんだろう、なんていうの、リクエストがあって、じゃあ、不服あんねやったらリクエストしてくださいよ、みたいな、ちょっとそっち側に回っちゃってるというか、なんか、なんていうの、俺のジャッジの技術がなんかちょっともうちょい悪かったみたいな感じのなんかスタンスじゃないような気がして、なんかそれがちょっと悲しいというか、今後 AI とかそういうね IT の力が入ってって野球をもっと効率化されていくだろうと言われてる中、その本当に審判って本当にそれでいいのかなっていうところも含めて、今日ちょっと皆さんに意見を言わせていただきました。はい、そんな感じでね、皆さん意見、ありましたらね、コメント欄で教えてください。僕全部、見てますんでね。うん。なんか話それますけど、なんか500人ちゃうよっていうのも、なんかやってほしいみたいなコメントもあったんでね、復活、するかもしれないですけども、まあそういったところもね、楽しみに、動画を見ていただけると嬉しいです。そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。